小田急6万系電車、小田急6万系電車、小田急6万型電車は2008年、平成20年に小田急電鉄が運用を開始した特急用車両、ロマンスカーである。日本では初めての事例となる座席指定性特急列車の地下鉄直通を目的として登場した特急車両で2012年3月17日以降は東海旅客鉄道、 JR 東海五天場線に直通する特急朝霧富士山も運用が開始されている小田急では初めて自社以外の三車線で営業運転をしたことがある形式多彩な運行が可能な特急列車という意味でマルチスーパーエクスプレス略称ムズとやう愛称が設定され2008年にはワトフォード会議ワトフォードグループの第10回ブルネル賞車両部門奨励賞を 同年度には、日本産業デザイン振興会のグッドデザイン賞を、2009年、平成21年には、鉄道ともの会のブルーリボン賞を受賞した。小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、6万51、4、 60256のように表記する。また、特に区別の必要がない場合は、東京地下鉄、東京メトロ千代田線有楽町線をまとめて、地下鉄線と表記し、7000型は、ルス車、1万型は、ヒス車、2万型は、ス車、3万型は、E キシー車、5万型は、ファシア車、本形式6万型は、ムズ車、箱根登山鉄道箱根湯本駅へ乗り入れる。 特急列車については、箱根急と表記する。小田急の前身となる小田原急行鉄道は、もともとは、東京都内の地下鉄事業を行う計画で1919 19年に、立ち上げられた東京高速鉄道の延長線として、設立された鉄道会社であった。この東京高速鉄道は、実際に地下鉄の建設には着手されないまま1924年、 大正13年に免許が失効している。戦後間もない1946年に東京急行電鉄大東急では鉄道復興参加年計画の中で郊外電鉄の都心乗り入れを計画として盛り込んでいた。大東急から小田急電鉄として分離発足した直後の1948年8月には南新宿駅から 東京駅までの地下鉄付設免許を申請していた。出願後しばらくは、自社内の輸送力増強に追われて、動きがなかったが、1955年頃には、箱根と日光を直結することを想定し、将来東武鉄道と連絡することを復帰した上で、出願路線の一部を変更していた。これらの計画は結局実現しないままであったが、北千住駅で東武鉄道と接続している。 帝都高速度交通営団、営団地下鉄、当時、千代田線が1978年3月31日に全通し、小田急と相互乗り入れを開始している。その後、小田急と東京メトロでは、小田急のロマンスカーを千代田線に乗り入れる計画を2005年5月17日に発表した。この計画では、小田急が、 地下鉄線乗り入れに対応した新型特急車両を製造し、平日夕方に、湯島駅から町田駅、相模大野駅の運行を行い、土休日には新宿発着の特急に使用する計画となっていた。2006年秋には車両使用が発表され、ファシア車に続いて岡部のりやきがデザインや設計を担当し、2007年9月に春工と公表された。こうして、 日本で初めてとなる地下鉄線に直通する座席指定性特急車両として登場したのがムズ社である。本説では登場当時の使用を基本として増備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については遠隔で講述する。ムズ社は全長20メートルの車両による4両固定編成と6両固定編成が製造され分割。 併合に対応した重量編成を蘇生可能とした。形式は、先頭車が制御車の区派6万50型で、中間車は電動車のデファ6万系である。車両番号については、端末の編成表を参照のこと、全体的にファシア車のデザイン思想を継承した。1号車と10号車は、車体長 19720mm、 全長 2220mm、それ以外の車両が車体長 19500mm、全長2万 mm で、車体幅は地下鉄線乗り入れに対応した 2850mm とした。車体はすべてアルミニウム合金製で、重量、編成蘇生時に両端となる1号車と10号車の先頭部分はシングルスキン構造、それ以外の部分はダブルスキン構造とし、 構え体の型枠は一部を除き、ファシア社と同じものを使用した。戦闘部の形状は2種類存在し、重量、編成蘇生時に両端となる1号車と10号車については正面に非常用の貫通扉を設けている流線型である。これに対し、重量編成蘇生時に中間に入る6号車と7号車については正面に貫通扉が設けられた貫通型である。 正面貫通扉は1号車と10号車が片開き式プラグドア、6号車と7号車は両開き式プラグドアである。いずれの戦闘車も運転室は通常の床高さに設置された。この2種類の戦闘形状は全く異なるものであるが、6号車と7号車でも側面からエッジを回り込ませることにより、同じイメージを持たせることを意図してデザインされた。 デザインを担当した岡部は、最もデザイン作業の時間がかかった部分はないかと、述べている。全面ガラスは、厚さ 13.1mm の合わせ強化ガラスで、中間膜1枚を挟み込んだ上で室内側から、飛散防止フィルムを貼ることで乗務員の保護を図った。側面客用扉は、各車両とも1箇所で、片開き引き戸が採用され、 扉幅は全車両とも 900mm 幅とした。側面窓の配置については、窓枠の幅を 1966mm とし、これを連続させた。1号車、6号車、7号車、10号車の乗務員室部分には 500mm 幅の乗務員扉を配置した。車両間の貫通路は 850mm 幅である。全面、側面の表示器は、 フルカラー発光ダイオード LED 式を使用し、小田急線内では前面に、相性、側面に相性と号数を、地下鉄線内では、前面は、相性と運行番号の交互表示、側面は、相性、号数と行き先の交互表示を行う。また、任意の文字を相性として登録することが可能な、任意相性表示を新たな機能として導入した。 塗装デザインは地下鉄路線でも明るく見えるようにという岡部の提案により屋根状の冷房装置のカバーも含めてメタリック系の青色であるフェルメールブルーを基調とし倉下にはバーミリオン体とホワイトの細体を配置したバーミリオンは小田急ロマンスカーのイメージカラーとして SE 車、ムス車、ルス車、ファシア車において使用されておりこれを継承したものである室内は E いキシー車をベースとして設計し、ビジネス特急として落ち着いた雰囲気となることを図った。座席は、回転式、リクライニングシートを採用、シートピッチは 983mm で配置した。このシートピッチは、E いキシー車の 1000mm よりも狭いが、座席の背もたれを薄くすることで、足元空間は逆に E いキシー車よ 42mm、広く確保された。また、 前後の座席がリクライニングさせた状態でも回転が可能な形状とした。各座席の肘掛けには A4 パンのオートパソコンを置くことが可能な収納式テーブルを設置したがテーブルを出したままでも座席の回転が可能な形状とした。また座席背面には傘掛けを設置した。座席表地は濃いグレーとした。一斉回転機構は E キシー車と同様に 電動式が採用されたが、奇数列の回転が完了する前に、偶数列の回転が開始される設定とすることで、短時間での折り返しが可能となるように配慮した。肘掛けと背もたれ上部の手掛けは共にアルミ製である。天井高さは 2340mm を確保し、大きな円弧を描くスパンドレル構造とし、電球色の蛍光灯による間接照明とした。 室内の内壁は木目調下昇板とし、床には赤系統のカーペットを敷き詰めた。荷物棚下には電球色の LED 式直接照明装置を設置したが、火災時に溶融的化を防止するため、LED のユニットはガラス内に収める構造とした。通路上には車内案内表示用にフルカラー式 LED 表示装置を設置し、日本語以外に表示内容によって英語、 中国語、反対アザ、韓国語による表示を可能とした。また、車掌が乗客の対応中に、運転手が車掌を呼び出せるように、運転台からの操作で車掌の呼び出しを表示する、機能を有している。出入台部分では、白いパイプがつま板に突き刺さった構図など、前衛芸術的な造形ものもあるが、これは、出入台部分でも、間接照明を実現するためのもので。 白いパイプには、道具が上向きに収められてい。客室と出入台の間にある仕切り扉は、車体色と同じ、フェルメールブルーで、車椅子対応座席のある5号車、8号車は、幅広の両開きとし、それ以外の箇所は、肩開き 850mm 幅とした。仕切り扉には、大きなガラスをはめ込んだ構造としたほか、縦方向全長にわたって、手掛けとなる溝を設けた。 2009年に増備された車両からは、出入台に防犯カメラを設置した。5号車には、車椅子に乗ったままで車窓を楽しめるスペースを確保し、保護棒と簡易車椅子固定装置を設けた。また、4号車には、車内専用の車椅子を用意した。3号車の新宿側車端部と9号車の小田原側車端部には、カフェカウンターと清涼飲料水自動販売機を設置した。 カフェカウンターはワゴンによる車内販売の拠点となるため、ワゴンを2台収納することが可能なスペースを確保した、ほか、備品盗難防止のため横スライド式シャッターを設けた。カフェカウンターの前の通路には、日本の鉄道車両としては初めて自動体外式所、再動機、AED が設置された。この箇所は、客室との明確な区別のため薄茶色系としている。 2号車の新宿側社端部と5号車、8号車の小田原側社端部には、男女共用用式トイレ、男性雇用トイレ、洗面所を配置した。このうち5号車と8号車の男女共用トイレについては、車椅子にも対応し、オストメートやベビーベッドも備えた、ゆったり、トイレとしており、トイレ内で転倒した場合にも対応できるように、床下近くにも非常通報装置を設けた。 洗面所にはカーテンを設けた。主要機器は4000系通勤車と共通点が多くなっている。運転手が乗務する乗務員室。運転室は背後の客室から見られることを前提とした、見せる乗務員室とするとともに乗務しやすい環境となることを目指した。設計には運転手の経験者が携わったほか、 特に重量編成蘇生時に編成の中間に入る6号車、7号車の運転台については、モックアップの作成により、現業の運転手からの意見も集約して反映させた。重量編成蘇生時に両端となる1号車、10号車の運転台と編成の中間に入る6号車、7号車では、運転台の構造は異なる。共通事項として、 運転に必要な機器類は、運転席周りに集約し、主管制御機を4000型と共通の左手操作、ワンハンドル式としたほか、2種類の運転台で、機器配置を極力統一し、運転士が頻繁に扱う機器については着座位置から、右手で操作できるようにした。通常使用しないスイッチ類については左側に配置し、主管制御機ハンドル操作中には使用できないようにしている。 また、運転手の異常時に対応する機器として EB 装置を導入したが、地下鉄線内では EB 装置は機能しないようにしている。1号車、10号車の運転台は前面に大型ガラスを採用していることから、暑さ対策や紫外線対策として、前面窓と側面の三角形の窓には大型で、完全車高のフリーストップカーテンを装備した。運転室の空調は、ラインデギアに、 冷房のダクトを通すことで空調効果を高める一方、運転士の後頭部に冷風が直接当たらないように配慮した。運転席はハイバックシートで2度のリクライニング機能を持たせたほか、背面にコート掛けを設けた。6号車、7号車の運転台は運転室構造を区の字型の構造とし、車掌台側はオープン構造としたため、車掌スイッチには車上カバーを設置した。 車両の情報を管理するシステムとしては、4000型と同様のシステムである TIS、列車情報、小田急型管理装置が採用されている。自動車段スイッチ、車両転動防止支援装置、停車予告など、実装されている機能は、基本的に4000型と同様であるが、ムズ車独自の機能として、停車駅表示と同時に編成量数も表示されること、3号車と8号車に、 搭載した AED の収納箱扉を開いた場合に警告を発するといった機能が追加されている。ムズ社では分割、併合に対応する機器として EE キシー社と同様に自動放浪装置を設置したが6両固定編成が単独で地下鉄線内に乗り入れる運用を考慮し通路幅は地下鉄線内で脱出用通路となる場合を想定して e い c 車よりも 50mm 拡大した 600mm とした。また、6号車の運転台では、電源がない状態でも、自動ホロ装置を、手動扱いによって、貫通扉の鼻と渡り板の展開が、可能な構造とした。保安装置は、小田急線内で使用する OMATS 装置、地下鉄線内で使用する車内信号式、自動列車制御装置、 新 CSATC のほか、小田急線内で新しく採用された DATSP 装置も準備工事として搭載した。ただし、4両固定編成が単独で地下鉄線内に乗り入れることは運用上想定していないため、7号車の運転台には新 CSATC は搭載していない。また、御殿場線への入線を想定して、御殿場線乗り入れに対応する。 保安装置の準備工事が施されていたが、2011年度に6両固定編成、全編成に御殿場線内で使用する保安装置が設置された。制御装置は、東芝製のイベット素子2レベル、VVVF インバータ制御装置を採用した。主電動機2台2台車を1軍とし、6両固定編成では、SVF-089A0K。 1C4M2 群を2号車と4号車に4両固定編成では SVF-089B0 系 1C4M を8号車に搭載した。センサレスベクトル制御方式を採用しており、電力改正制度は停止寸前まで機能する純電気ブレーキ制御を有する。素子の冷却方式は冷媒に水を使用し、走行風によって冷却するヒートパイプ型である。 主電動機は4000型で、採用実績のある三菱電機製の外線式全、密閉カゴ形参照誘導電動機である、出力 190kW の MB-5123A2 型を採用した。駆動装置は、ファシア車と同様に、WN ドライブが採用され、波数比は79、19イコール4.16に設定した。精度装置。 ブレーキは、改正制度を併用全電気指令式、電磁直通制度とした。4000型と同様にティスによって、編成全体で制度力の管理を行う方式で、制御者には滑走制御装置を搭載したほか、小田急、鉄道総合技術研究所、鉄道総研、三菱電機、筑波大学4社による共同研究成果として、編成全体での滑走発生を抑制する。 編成滑走制御を導入している。基礎制動装置は、電動車がシングル式、片押し式のユニットブレーキで、制御車、付随車においては4000型と同様に、ディスクブレーキ、ツインディスク式が採用され、ユニットブレーキとの併用としている。台車は、電動台車が ND-739、付随先頭台車が ND-739TA。 付随中間台車が、ND-739T で、いずれも日本車両製造製の積層ゴム軸箱編指示式、ボルスタレス台車である。この台車は軸箱指示装置に左右荷重と前後荷重を負担する、円筒積層軸ゴムを2箇所に配置したタンデム式と呼ばれるもので、溶断波設置をせずにヘビ行動抑制や走行安定性向上を実現している。車輪は、 電動台車が 860mm、付随台車が 810mm である。終電装置、パンタグラフは、シングルアーム式の PT7113B 型を、採用、2号車、3号車、8号車、9号車に設置した。船体は、降雪時の着雪量低減を測るため、強度を上げながら、枠を薄くするために、薄型各パイプのアルミニウム製とし、 平駅を終電装置の台枠に直接取り付けた。冷房装置については、冷凍能力2万キロカロリー、H、23.26キロワットの集約分散式、三菱電機 CU-733 型を採用、各車両屋根上に2台ずつ搭載した。暖房装置は冷房装置内蔵のシーズ線ヒーター、6キロワットに加え、座席下部にスペースヒーターを設置している。 補助電源装置は、出力269馬のイベット、組織静止系インバータ、SIV を3号車、9号車に搭載た、電動空気圧縮機、CP については、3章、交流 440V で駆動する、低層オンスクロール式を採用、小容量のスクロール圧縮機を2台もしくは3台で1ユニットと、する、マルチコンプレッサーシステムとし、1号車、5号車、7号車、 10号車に搭載した。軽的については、空気笛は、o、O-5C 型、電子笛には、ヤワタ電気産業製の矢 -04046 型が搭載されたほか、ファシア車と同様、SE 車から、スシャマで設けられていた、補助警報音と同じメロディのミュージックンが採用され、小田急線と千代田線で使用される、御殿場線では、JR 東海の規定で使用が禁止されている。 2007年、平成19年9月に6万2516が入選、同年10月のファミリー鉄道店で展示されたが、営業運行開始前の展示は異例のことであった。2008年、平成20年3月15日より営業運行を開始、小田急の駅では青いロマンスカーと大きく宣伝された。運開始時点での定期運用は平日が メトロ相模70号、メトロホームウェイ71号、メトロホームウェイ41号、メトロホームウェイ43号で、土休日は、メトロ相模80号、日によっては、ベイリゾート90号、メトロはコネ21号、メトロはコネ22号、メトロはコネ23号、メトロはコネ24号、メトロホームウェイ43号、日によっては、ベイリゾート90号であった。 この時点では6両固定編成、2編成と4両固定編成、1編成だけしかなく、平日ダイヤでは全ての編成が運用に入っており、予備車がなかったため、平日ダイヤのメトロ相模70号で北千住駅に到着した後は、綾瀬駅で折り返して、北見検尺まで改装して、検査時間を確保していた。休日ダイヤでは6両固定編成と4両固定編成を、 1> 各一編成ずつ使用していた。北千住綾瀬の区間は、回送列車として走行するが、この区間は、JR 東日本常磐線各駅停車と、東京メトロ千代田線との二重国間となっており、厳密に言うと、小田急電鉄六万型は、JR 東日本常磐線を、回送列車でありながらも乗り入れしていることになる。同年夏には、江ノ島線へ直通する、臨時特急。 湘南マリン号に使用され、2009年、平成21年1月1日には、ニューイヤーエクスプレスに運用されるなど、臨時列車にも使用されるようになり、2009年、平成21年2月には、地下鉄直通の臨時特急として、臨時特急、メトロサ散歩号も運行された。また、ファシア社が検査を行う際には、ファシア社の運用に入ったほか、 2009年9月13日には、ブルーリボン賞受賞記念として、新宿発の箱根特急の運用に入ったなど、愛称のマルチの意味そのままに、多彩な運用が見られるようになった。団体専用列車では、ムズ社で新しく実装された、任意愛称表示の機能を使用して、幼稚園号のように、団体名を愛称として、表示の上運行することがある。 2009年には6両固定編成が1編成増備、された。列車内のカフェカウンターは、メトロアコネや、多形式運用のダイソーなど、箱根特急運用時のみの営業で、ワゴン販売中は、カフェカウンターは営業しない。2010年、平成22年1月中旬により、留守車と筆車は、部品の一部に不具合が見つかったことを理由として、 全面的に運用から離脱していた。その最中の同年1月14日には本来留守、車、非世社で運行されるホームウェイや箱根特急などにムズ社が使用された。2011年度には6両固定編成、4両固定編成が各1編成ずつ増備された。なお、有楽町線へ直通する米リゾートについては、 同線各駅へのホームドア設置の関連で2011年10月以降、運行が休止さ、2012年3月17日以降は運転中止となった。前日の通り、計画段階では、土休日に新宿駅発着の特急列車に使用することになっていたが、実際に運用についてからは、小田急の特急車両でありながら、臨時に、 他の特急車両運用に入るか臨時列車としての運行以外には新宿駅発着の運用はなかった。しかし2012年3月17日からは新宿駅発着で御殿場線へ直通する特急朝霧の全列車と土休日ダイヤで朝霧と並結する江ノ島11号と江ノ島12号をはじめ相模、箱根、ホームウェイなども含めて 新宿発着の定期列車に、ムズ車が運用されることになった。五殿馬線乗り入れに伴い、2011年度に6両固定編成、全編成に乗り入れに必要な機器の設置が行われた。2015年、平成27年11月には6両固定編成、4両固定編成が、各1編成ずつ増備された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。